パトリック・クラウド・エケング・エケングは、カメルーンの元サッカー選手、元カメルーン代表、ポジションは MF。2015年に、カメルーン代表に初出場、同年のアフリカネーションズカップ2015の際にも、選出された。しかし、翌2016年5月6日のリーガ 1FC、ディナモブカレスト対、FC ビトルル・コンスタンサ戦の63分に、 エリク・ビクファルビと交代し途中出場し、その7分後に突如、センターサークル内で混沌し病院に搬送され、そのまま死亡が確認された。ヤウンデに生まれ、16歳の時、すなわち2006年に、キャノン・ヤウンデのユースチームに加入した。2008年にトップチームに昇格した。2009年7月4日、フランスリーグアンのルマン FC に3年契約で移籍。 当初は4部のフランスアマチュア選手権に所属するリザーブチームでの出場が多かった。トップチームでの初出場となったのは2010年8月20日でリーグでの LB 社投流戦で途中出場であった。しかしトップチーム定着とはならずその後もリザーブチームでの出場が続いた。2011年1月14日には3部の フランス全国選手権に所属するロデーズ AF に6月までの契約でレンタル移籍をした。ここではレギュラーとして活躍したものの、クラブは広角の浮き目にあった。6月にルマン FC に復帰するとレギュラーに定着した。2013年7月8日に退団し、同日に2年契約で FC ローザンヌスポルトに移籍した。2014年7月14日、 プリメーラディビシオンに昇格する、コルドバ CF に移籍、ハーフナー、マイクとチームメイトとなった。プリメーラディビシオンでは8月30日のセルタデビー後、1 0の74分にありつ、ロペスガライトの交代で途中出場、ホームでの試合であったが1から1のドローに終わった。10月3日に、ヘタフェ CF から初得点を奪い、アウェーの地で1から1での引き分けに持ち込んだ。 翌年の8月31日に、西軍ダリビシオンへの降格に伴い、彼は契約を打ち切った。2016年1月11日に、ルーマニアリーガ1の FC ディナモブカレストに移籍。4月20日のクパロムニエの準決勝、第2試合の FC ステアウアブカレストとのエターナルダービー戦で、初得点2から2の引き分けに持ち込んだ。 その後5月7日のリーガ 1FC ビトルルコンスタンザ戦で突然死したため、この得点が彼のルーマニアでの唯一の得点、そして生涯最後の得点となった。ルーマニアでは公式戦12試合に出場した。アフリカユース選手権2009の際に U-20 代表に選出され、ガーナ U-20 代表に決勝で2から0で敗北し準優勝の結果を残した。 その後2009フィファユーマイナス20ワールドカップにも同国代表として出場したがグループステージ敗退となった。2015年1月7日には地元ヤウンデのスタッドアフマドゥアヒージョで行われた今後民主共和国代表との親善試合で57分にフランクコムと交代で途中出場し A 代表初出場を達成した。その2日後には アフリカネーションズカップ2015のメンバーとして、フォルカー・フィンケ監督に選抜されたが、この大会で、出場機会を得ることはなく、代表もグループステージ敗退となった。なお、この発表の翌日に行われた、南アフリカ共和国代表との親善試合では途中、出場をした。2016年5月6日、ホームで迎えた、リーガ 1FC ビトルルコンスタンツ戦の63分に、 エリク・ビクファルビと交代し途中出場し、その7分後に突如センターサークル内で混沌し、選手やメディカルスタッフの呼びかけにも反応を示さなかったため、病院に搬送された。この時、試合は3から2で優勢であったが、彼の搬送後に追いつかれ3から3の引き分けに終わった。病院に運ばれた、 彼は1時間から2時間に及ぶ蘇生を施されたもののメディカルスタッフによって死亡が確認された。去年26、ルーマニアのディジスポルトによると彼を病院まで搬送した救急車には専門的な装備はなされていなかったという。この試合はルーマニア国内で生放送されていたため彼の倒れた瞬間を多くのサッカーファンが目にすることとなった。 死因については明確ではないが、心臓発作であるとの見方が強くなっている。なおチームは2000年にも当時のキャプテンだった、カタリン・ヒルダンを試合中の事故で亡くしている。ありがとうございます。